さんは愛媛とは違った景色が広がる北海道の地に何を求めて旅をしますか？これからお届けする1時間は皆様のための旅の取扱説明書、いわゆる取説となるよう、とにかくやりたいことを詰め込みました。かしこまり。トリセツトラベラー、トライシグナルの桜子ちゃんとまゆりちゃんが皆さんを3泊4日北海道の旅へいざなう、北海道旅のトリセツスタートです。旅の玄関口は松山空港。松山空港から新千歳空港まで乗り継ぎなしの直行便を利用して楽ちんフライト。およそ2時間半で白銀の世界、北海道が待っています。この番組は脱げないココピタと、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。私たち、もう着いたね。はい、寒いですね。そんなトリセツトラベラーに北海道の旅3つの心得。食はソウルフード、北海道ならでは。アクティビティも北海道ならでは。映えスポットは自然が作り出すその時だけのものを求めること。この3つを守ると北海道の新しい魅力を発見できるということで、かしこまり。日本最古の時計台、札幌市時計台が16時をお知らせします。そうなの？そうよ。残したい日本の都風景100選に選ばれている時計台の鐘の音。設置された明治14年から今も休むことなく鐘を響かせ、市民に時を告げています。さあ、次の目的地へ行きますよ。行きましょう。限られた札幌との時間を存分に活用するべく、トリセツトラベラーが訪れたのは暗闇の中にある公園、旭山記念公園。2人は防寒具に衣装チェンジして、今から何が行われるのでしょうか。どうも、ガイドの佐藤と申します。よろしくお願いします。この方は北海道野遊びプロガイド佐藤瑞希さん。春夏秋冬、北海道の自然を楽しむ登山やトレッキングのガイドツアーを行っています。今日はこれからですね、夜の森の中散策いたします。はい、雪の積もった夜の森を歩いて、動物の足跡ですとか、はい、植物のこと、自然のガイドをさせていただきたいと思っていまして、夕方からのアクティビティ、ナイトスノーシューツアー。このツアーで使用するアイテムがこちら、スノーシュー。普通の靴では沈んでしまうような雪の上を楽に歩くことができる、北海道では馴染みあるアイテム。もちろんトリセツトラベラーの2人は初体験なので、プロガイド佐藤さんに扱い方を教わって、ドキドキ夜の大冒険のスタートです。お、すごい暗闇の中に入っていきますね。あー、怖い。これなんか歩く時の、はい、足は上げた方がいいのか、それともあんまり上げない方がいいんですか。うんと、かかと引きずるような感じで歩いて大丈夫です。あんまり持ち上げると疲れちゃいますから。大丈夫？こけないでね。こっち落ちたら大変です。これ落ちたら大変ですよね。で、ここの公園の周りですね、住宅地に囲まれてるんですけれども、うん、まあ、暗くて分かりにくいんですが、すごく木たくさん生えて、うん、もともと北海道の開拓の前からずっとこう生えているような木もある公園なんですよね。なので野生動物なんかもこの公園の中かなりたくさんいるので、うん、もしかしたらそういう動物の足跡見られるかもしれないので、見つけたら何の動物の足跡かちょっとクイズで考えてみましょう。足跡で分かるんですか。分かりますよ。動物によって足跡、歩き方の特徴があるんですよ。歩き方も、はい、歩き方ってどんなんですか。すごい内股とか。でもあれなんか足跡ありません？え、違う、あれなんか、あ、
あれはどうかな。なんか点点点点の。あれ動物なんですが、ちょっと犬かな。あ、犬散歩の散歩の犬かな、あれは。身の回りにいるね。動物ですね、でも。と、すぐそばに何かを発見。なんだこれ。あるんですけれども。なんか確かに動物っぽいこの足の、うん、食い込み方がね、はい、ここで問題。この足跡の持ち主はどんな動物？見た目も犬っぽいかな。オオカミはもう絶滅しました。50年くらい前オオカミっていないんだっけ。あ、そうなんですか。はい、タヌキ。お、正解、タヌキです。おー、はい、北海道にいるそういう哺乳類で、あと右左の足跡がはっきりして歩く野生動物は大体タヌキ、もしくはアライグマですね。この公園の中にもあのエゾタヌキいるので、はい、これはその足跡だと思います。タヌキさん、ふわ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 。もう気温低いから雪サラサラなんですよね。なんか自分の足で初めて足跡がつく感じがね、気持ちいい。またまた佐藤さんから問題。この大きな穴を作った動物は何？キツツキ。そう、キツツキ。こんな大きい穴を開けるのがクマゲラという、国内だと北海道と東北にしかいない日本で一番大きなキツツキ、ね、あれがご飯を食べた後なんですよ。佐藤さん曰く、開拓以前の自然が残る公園だからこそ多くの動物に巡り合うチャンスも多いんだそう。はい、じゃあちょっとここ斜面降りるんで、はい、これ場面に気をつけてくださいね。結構急な。そう。やってくれるな。これ正解ですか？正解です。楽しかったら何でも正解です。タクは絶対やってくれると思ってた。この人もやってるじゃん。限られた札幌との時間を存分に活用するべく、体験中のナイトツアーも終盤に差し掛かり、地面を見ています。ここからは地面だけ見て歩いてって遊び心たっぷりの佐藤さんがトリセツトラベラーに見せたかったもの、それが、せーの、開けてるからすごいたくさん、はい、眼下には宝石を散りばめたような札幌の街、日本新三大夜景に選ばれた札幌の夜景を一望することができます。明かりの多い街って他にもあると思うんですけども、一面に広がってるのがいいねってやっぱり皆さん言ってますね。綺麗。とここで佐藤さんがごそごそと、なんだなんだ、はい、ビニール袋、お米の袋です。ですよね、お米の袋ですよ、はい、この袋があって目の前に下り坂があって、やることといえば行きます。いやー、あ、行ける行ける行ける。プロガイド佐藤さんおすすめ尻滑り。雪と斜面とお手製マットがあればスリル満点、尻滑りを体験することができるんです。続いてはさくらこちゃん。大丈夫？滑ってて早すぎてね、めっちゃ怖かったんだ。私これ早すぎて削り氷みたいな感じで返り討ちって言ったんです。なかなかこのダイナミックなね、夜景見ながらのスキー場もないし、こんなところでのそり遊び、確かに、はい、夜景楽しむ暇なかったけど、そんな余裕はなかったけどね。夜景を見ながら大人も童心に帰って尻滑り体験、皆さんもいかがですか？もう少しお手軽に日本新三大夜景を楽しむトリセツ、ロープウェイとミニケーブルカー、モーリスカーを乗り継いでいく藻岩山山頂展望台がおすすめ。たどり着いた先には札幌を一望できる360度の大パノラマが広がります。標高531メートルの山頂から絶景が見られる人気の展望スポットです。食はソウルフード、
北海道産羊肉のジンギスカン。続いてはジンギスカン。イエーイ。ジンギスカン大好きなの。ねえ、めっちゃ好きよね、うん、前。しかもただのジンギスカンじゃなくて、うん、ここならではの北海道産の羊肉ってことで。楽しみ。楽しみ。こちらはどさんこが大好きなジンギスカンを北海道産の羊肉で味わうことができるスペシャルのお店、ジンギスカン羊飼いの店いただきます。ジンギスカン店を開くたびに羊飼いから始めた店主の思い、いただきます。はい、お待たせしました。サフォークのロース、レモンで食べるんです。さあ、鍋も温まってる。即行きましょう。お願いします。威勢よく登場してきたこの方が羊飼いになった店主、中島康晴さん。いただきます。自慢の羊肉のロースをいただきます。これね、ここに油の尻尾が乗るようにこう置きます。ここにね、塩かけるのってあんま食べたことないかも。匂いが少ないので塩で食べても十分にいけます。すごい、おしゃれな、さらに黒胡椒、なるほど。こんなジンギスカンの食べ方初めて、うわ、美味しそう。両面軽く焼き色がつくくらいまで焼いて、でレモンにギュッギュッと押し付ける。押し付ける、はい、ね、レモンに押し付けるジンギスカン。もういいよ、もういいですか、うん、中島さんご自慢、羊肉のロース with レモン、召し上がれ。うん、めっちゃ美味しい。うん、美味しい。すごいレモンが合います。え、今まで食べたジンギスカンとすごい印象が違います、うん、なんかジンギスカン独特の匂いとか臭みがなくて、うん、なんでですか。最高のジンギスカンを作ろうと思ったら、うんうん、羊を飼うところから始まっちゃって。どういうことですか。うん、まあ買った肉じゃ納得いかないから、あ、自分の、うん、自分で作ろう。羊からも、うん、で牧場始めちゃった。すごいですね、こだわりが。その牧場で飼育している羊は肉の王様と言われる高級品種のサフォーク。国内で1年に消費される羊1000頭に対して 2.5 頭しかいない希少な羊なんです。お洋服もその羊愛からこれ選ばれたんですか。ちょっと気になって買っちゃった。はい、全身でね、羊愛が伝わってしまって ね、はい、お似合いです。すごく羊愛あふれる店主がおすすめする次なるメニューは、もも、腕、バラなどが入ったジンギスカン。こちらは醤油ベースのタレにつけて召し上がれ。うん、おいしい。噛み応えもあるけど柔らかくてあっさりしてるのに深みがあるというか、こう噛んでると後で旨味がずっとこう出てくる感じがするでしょ。はい、これが羊のレバーです。あってよかったね。あってよかった、羊のレバー。希少な道産サフォーク羊の中でもさらに珍しい部位レバーは、道民でさえ初めて味わう方も少なくないとか。店主おすすめの食べ方は、醤油ベースのタレにつけて辛味ペーストを乗せて食べる。これが絶品なんです。うん、おいしい。これ、え、なんかでもレバーって感じもしない、なんか、シャキシャキしてる、うますよね、うん、新鮮だからね、うん、そう、新鮮さがすごい伝わる、うん、牛のレバーとかだと、こうよく焼くとモサモサしてるじゃん、モサモサしてる印象、これはしなやかでしょ。へー、おいしい。北海道旅の充電も満タンにして、さあ、2日目は小樽へ。どんな出会いが待っているのでしょうか。ドアを開こう。北海道旅のトリセツ2日目、トリセツトラベラーの次なる目的地は小樽。明治から昭和初期にかけて港町として栄えた小樽の町、
今も残る運河や石造りの倉庫など、ノスタルジックな雰囲気が漂う街並みは時間帯や季節によってさまざまな表情を見せてくれます。北海道旅2日目、小樽旅のトリセツ元気にスタート。まずは港町小樽ならでは海鮮モーニングに行ってみましょう。やってきたのは小樽駅のすぐそばに位置する小樽三角市場。昭和23年頃、小樽駅前で 7,8 軒の露天商がお店を出したのが始まり、全長200メートルの細い道の左右にお店が軒を連ねる三角市場での海鮮モーニングは、見てくださいこれ、めっちゃカラフル、カラフル、メニューめっちゃ多くない？豊富ですね、入ってみましょう。入ってみましょう。北の丼屋、滝並み食堂。北の丼屋っていいね。こんにちは。こんにちは。メニューすごい、すごいパールね。選べるってことかな。どういう仕組みなんやろ。ね、はい、じゃあ10種類の中からお好きなネタを3品。3品も選べるんですか。贅沢。行列必至、滝並食堂の元祖わがまま丼は新鮮なネタ10種の中から好きなネタを選んで自分好みの丼が作れるという、なんとも悩ましい海鮮丼。2人はというと、どうする？マユリンはじゃないか、エビと貝が好きでしょ。うん、ホタテね、好き。ウニ食べたいよね。でもやっぱ、どうしよう。これ結構決めらんないよね。ダメよ。滝並食堂で食べたい、トリセツトラベラーが選んだ海鮮モーニングが、うわー、すごい、すごいボリュームだ、すごい、贅沢だね。身を乗り出して大絶賛。まずはまゆりちゃんがチョイスしたわがまま丼。貝好きということでホタテ、イクラ、甘エビ、これで2000円。さすが魚屋直営ならでは。続いて桜子ちゃんチョイスのわがまま丼がこちら。季節のネタ、ネギトロサーモンにボタンエビ、そして現れましたのは生ウニ。はあ、羨ましい。そのお味は？いただきます。おいしそう。おいしい。朝からウニ食べていいのかなってね、すごいね、なんかその背徳感もね、めっちゃおいしい。生ウニは無添加の海水ウニを使用し、口の中に入れるとふわっととろける甘さが自慢。おいしい、甘っ。なんか本当に全然違うよね、北海道のウニって。甘い。まゆりちゃんチョイスのわがまま丼は、身がしっかりしてるし、味もね、濃いです。すごい美味しい、甘くて。そしてこちらもお忘れなく、カニ汁もいただきましょう。美味しい。カニの風味がすごく効いています。どうした急に。めっちゃ美味しい。最高だな、これも。鮮度よし、味よし、ボリュームよし、三拍子揃った贅沢な海鮮丼は北海道ならではの味。行列覚悟でぜひご賞味あれ。国の内外から観光客が訪れる小樽水族館の魅力、ご覧ください。こちらにはドーンと日本海。そしてこの近くにあるのが小樽水族館です。次はこちらで楽しんでいきたいと思います。楽しみ。小樽市内から車でおよそ15分、小樽水族館は年間35万人以上が訪れる北海道を代表するスケールの水族館。海岸沿いの地形を利用して作られ、トドなどが暮らす海中公園も人気の一つ。訪れたこの日は運よくトドの冬トレーニングの日。この成果は暖かくなると、トドが次々とダイブする圧巻のトドショーや、大きな鮭を一本飲み込む鮭の丸飲みを見ることができます。さらに、あ、なんかこっち見てるペンギンが一応もいませんけどね、大丈夫かな。SNS でも話題を呼んだやる気のないペンギンショーに、セイウチがお手伝いする小樽水族館式雪かきも話題になるなど、水族館を盛り上げるスターが勢ぞろい。今回
トリセツトラベラーの2人も小樽水族館のスターたちに会いたいとやってきたわけです。冬季営業特別企画、ゴマフアザラシのコールドプール。流氷の海をイメージした屋外の極寒のプールで冬でも元気なアザラシたちを見ることができます。そして屋内では、愛嬌満点オタリアが堂々の組体操を披露すれば、目の前で繰り広げられる大ジャンプは迫力満点のイルカショー。豪快さと器用さを兼ね備えた演技はイルカならでは。芸達者なイルカたちのショーを楽しんだ後は、ご覧ください、この人だかり。小樽水族館のあるスターの登場を待ちわびる長蛇の列なんですが、一体一列になってきた。ジェンツーペンギンたちが雪の上を元気いっぱい自由にお散歩するペンギンの雪中散歩、まれにコースアウトするそうです。もうだってずっと動かないよ、しばらくずっとここにいるよ。この子テレビ愛媛は僕のものすごいね、マイペース。 SNS でも話題になったやる気のないショーをするペンギンたちの好奇心旺盛ぶりは冬でも健在です。すごい。何ちゃった。あ、すごいすごい。近い。あらららら、カメラさん。ケーブル。エサじゃないよ、これ。魚じゃないよ。じゃあ、来た。何かを狙われてる気がする、私のコートかの。やめてよ、やめてよ。僕のペースで行かせてよ。すごい、みんないっぱい、また多分ね、2周目の子たちなのかな。増えてるよ。あ、3周もあるんだ。じゃあまだ1周の子いるでしょ。あ、早いね。でも早い。落ち。自由奔放なお散歩もこれで終了となったら、先ほどと打って変わって脇目も振らず高速で駆け足する様子もご愛嬌。小樽水族館の通常営業は3月14日から。ぜひ小樽観光の一つに加えてみてはいかがでしょうか。世界的にも珍しいネズミイルカの泳ぐ姿も見ることができます。休日にはおよそ800食、小樽の伝統的ならではグルメ。続いては北海道といえば海鮮丼、小樽といえばこれというならではグルメを食べに行きます。行ってみましょう。行ってきます。 JR 小樽駅から徒歩圏内、古き時代の小樽の面影を残すノスタルジックな通りにある若鶏時代鳴門本店。訪れたのは13時過ぎということもあって、多くのお客さんでにぎわうお店。こちらでいただけるならではグルメとは。でかーい。すごいね。めっちゃでかいね。めっちゃでかい。顔サイズ、顔より大きいんじゃない。しかも熱々で、食べたい。創業昭和27年、今では小樽でその名を知らぬ人はいない若鶏時代鳴門の若鶏半身揚げ。多い時には1日におよそ800食出るという人気メニューを召し上がれ。熱々揚げたてです。すごいね、これ大きいね。すごい、おいしい。顔パリッパリやね。でも中はさ、ちゃんとね、ジューシーでさ、おいしい。でかい一口でいけるから、それがすごい鶏肉の美味しさを味わえてね、最高。豪快にいけるね。すごい、一口が大きい。この半身揚げ一つで胸肉、ささみ、手羽、そしてもも肉の4つの部位を楽しむことができるんです。これはたまりません。パリパリ言ってるね、皮、柔らかい。外はパリパリだけど中すっごい柔らかくて、めっちゃ美味しい。ジューシー、皮パリジューシー。この美味しさの秘密は秘伝の塩と揚げ方。
味付けし、熟成させた若鶏を200度の高温の油で揚げていきます。いい具合に全体こんがりきつね色になったところで、一度揚げて胸肉とささみの部分に切り込みを入れる。こうすることで油の少ない部位をよりジューシーにすることができるんです。さらに高温の油でじっくり揚げていくと、パリッと香ばしい皮の中はあふれる肉汁。鶏本来の旨味を引き出す絶妙な塩加減が中までしっかりと染み込んでいます。誕生から半世紀以上、若鶏の半身揚げは今や小樽っ子のごちそうに欠かすことのできないものに。皆さんもダイナミックに鶏まみれになってみませんか。なかなかのボリュームです。小樽っ子に愛されてきたふるさとの味を堪能した後は、小樽のシンボルを大満喫。も金属鉱山トリセツトラベラーが小樽を訪れたのは1月後半。石造りの倉庫が陰りゆく太陽に照らされ、雪景色の街並みを一層美しくします。寒い季節をロマンティックに、小樽運河ナイトクルーズ。ここからは小樽旅のハイライト、小樽運河ナイトクルーズです。大正12年、海面を埋め立てることによってできた小樽運河を船で巡る、およそ40分のナイトクルーズを楽しみます。トリセツトラベラーの2人を乗せた船は、歴史ある小樽運河や街並みに溶け込むように特別に作られたもの。冬の間は暖かい暖房シートと風や雪をよけるポロのかかったクルーズ船。キャプテンの案内とともに、ゆったりと船上目線で小樽観光をすることができます。出発してきたばっかりなんですが、一度運河を抜けて小樽港、海の方にちょっと船を進めていきます。正面は水道の交差点になっているので、ここで安全のためホーンを鳴らしていきます。注意を促すホーンの音もノスタルジックな気分にさせるのは、この景色のおかげなんでしょうか。ちょうど訪れていた1月には、寒い季節をロマンティックに彩るイルミネーションが小樽運河を優しく照らし、幻想的な風景に。運河の中から見られるちょっと違った景色、そして運河の歴史を知ると、小樽をより楽しめること間違いなしです。かしこまり。北海道旅のトリセツ、北海道旅に憧れる皆様のための旅の取扱説明書、いわゆるトリセツとなるよう3泊4日の北海道旅、とにかくやりたいことを1時間に詰め込みました。トリセツトラベラーの2人が札幌、小樽に続いて出会う景色とは。なんかキラキラしてるものが ね、してるね、なってるね。これダイヤモンドダストやね、うん、初めて見た。すごい綺麗だね。綺麗、キラキラ。氷点下17度、極寒の朝を迎えた十勝しかり別湖。厳しい気象条件でしか見られないダイヤモンドダストに出会えたトリセツトラベラーの2人。3日目の旅では何が待っているのかというと、あれ、何か作業をしてる方がいますけど。そうなんや、あそこで今村作りしよって。村作り。そうで、今日はね、それのお手伝いをします。お手伝い。そう、楽しそうだね。ね、わずか60日間だけ出現、雪と氷の村しかり別湖コタン。
よろしくお願いします。はい、ますこんにちは。はい、しかり別ここたん実行委員会の、松本博樹と言います、はい。今日皆さんと一緒に、イグルーっていうのを作るんですけれども、イグルー、はい、そうなんです、これを作るのを、お手伝いいただけるんですよね。はい、はい、頑張ります。よろしくお願いします。はい、ちなみにあのイグルーってどんなのか知ってます？わかんないです。初めて聞きました。そうですか。こんなやつです。おお、鎌倉みたいな。そうそう、鎌倉みたいなやつ。鎌倉って雪に、穴を掘って作っていきますよね、うんうん、でもね、ここのはちょっと違うんですよ。はい、なんだろう、すっごいかっこいいのができますから。かっこいい、楽しみやね。そうなんです。北海道で一番高い場所にある湖、しかり別湖は冬になると完全に凍り、一面真っ白な世界に包まれます。厚さおよそ60センチもの氷で全面が覆われた湖上に現れるのが雪と氷の村、しかり別湖コタン。今回トリセツトラベラーの2人は1月25日の開村に向けてラストスパート、準備中の皆さんのお手伝いをさせていただくというわけなのです。今日お二人に作っていただくのはあれです。あれです。なんか丸い、はい、ちょっと近づいてみましょうか。ちょっと途中までできてる感じ、うんうん、とマッツさんから。重い、重そう。あ、重たいね、ちょっと結構。でもこれイグルー作りに使うアイスブロックなんですが、重いよ。重いんですよ。このブロックは然別湖から切り出した氷、重さおよそ8キロ。イグルーはこのアイスブロックを一つずつ人の手で積み上げて作られているんです。作り方はシンプルですが、ちょっと力仕事。しかり別湖に降り積もった雪と湖から汲んだ水を混ぜ合わせたもの、これをシャーベットというんですが、このシャーベットでブロック同士を接着して固定、さらに表面も隙間なく仕上げながら積み上げていきます。隙間残さないで全部詰めるんですよ。このイグルー、ちなみにあのアイスロッジって言いまして、お客さんがここの中に泊まります。なので隙間があると隙間風が入って寒いです。そうですよ ね、はい、ここ夜は湖上で一番寒くてマイナス35度になります、そんな時にこの中で寝るので、あったかい部屋作ってあげてください。雪と氷のあったかい部屋。難しい、難しい。中どうなってんの？中頑張ってんの。よいしょ。マッツさんたちなら1日で完成させるイグルー作り、お手伝いのトリセツトラベラーの2人は果たしてどこまで頑張れるのでしょうか。ちょっと下手になってごめん。お手伝いといえば、コタン作りには多くのボランティアスタッフが参加。1月25日の開村式に向けて幻の村コタンの完成を目指します。台湾で、雪がない、多分特別な経験がありますかな、すごい面白いなっていう感じです。こんな風にみんなの苦労でできてんだなというか、思いました。こちら旅人ボランティアはというと、ブロック軽くないですか？軽くないけど、ブロック軽いですよね。慣れてくるとね、こうふーってだんだん重力感がなくなって、じゃあまだ慣れてないのかもしれない。じゃああと1周かな。軽くない感じ、はい、早く早い早い早いよ。すごいいい球だ、やったー。止められちゃった、スカウトしたいじゃない。おー、綺麗に一段上がりましたね。上がりましたね。いいですね。マッツさん、おっくん、イーさんに手伝ってもらって、なんとか一段積み終わりました。うわー、熱くなった、自然の恵みでできたイグルーの壁、美しい。ここで頑張ったご褒美に、完成間近のイグルーに入らせていただきました。すごい、できてる。わあ、すごい、やばい、全部真っ白。このイグルーもアイスロッジというわけで、すっごい気持ちいいです。あ、めっちゃいい、気持ちいい。寝ちゃうね、このまま、夜空も見てみたいね。
すごい声がめっちゃ響くみんな、うん、このまま眠ってしまいそうですが、まだまだコタン作りは続きます。靴下週刊定曲こちらは大人の遊び場アイスバー建設現場、多くのスタッフを指揮するコタンの村長にお話を伺いました。重かったでしょ、なんかいろいろ体力もすごい使った。重いし寒いし、うん、ね、あとこうやって水とかシャーベットとか雪まみれになるんですけども、うん、そんな中でこうやって作っていくものっていうのがやっぱり、まあ、遊び心がないとできないんですよね、うん、その大人の本気遊びが30年以上受け継がれてきたのだから、本気度は 100% です。ここならではの、今の時期ならではの、そうですね、もう60日間しか、はい、楽しめない幻の村です。そして完成したわずか60日間だけ現れる雪と氷で作られた幻の村、しかりべつ湖コタン。そこはいつも私たちが暮らしている世界とは全く違うファンタジーの世界。ここでマッツさんよりしかりべつ湖コタンから2020ビデオレター。よいしょ。これがお二人の作ったアイスロッジです。村長がベッドメイクをしています。立派に出来上がりました。いい感じ。これが私たちの目玉の一つである氷上露天風呂です。大人の本気度は違います。訪れたら必ず体験したい源泉かけ流しの氷上露天風呂、満天の星空を眺めながらのひとときは格別。さらにコタンの夜の氷上も素敵です。大人の遊び場アイスバーも素敵に演出。切り出した湖の熱い氷が作り出す奇跡、自然の力を借りて生み出したコタンは大人の本気遊びで作った村だから、いろんな要素があって旅人を飽きさせません。しかりべつ湖コタンは3月22日まで。春になると全部溶けてなくなってしまう儚さもまたよし。冷えた体をじんわりと癒す極上の湯、体が温まれば心もほっこり和む。今宵のお宿、しかりべつ湖畔温泉ホテル風水。しかりべつ湖と同じ目線に構えた湯どころでは 100% 源泉かけ流しの湯に浸かりながら、目の前に広がる自然を独り占め。すごい景色やね。さらに客室からもこの景色、全客室180度レイクビューを楽しむことができ、客室にいながら大自然を感じることができます。食料自給率 1200%、 豊かな大地が織りなすならではグルメ。めっちゃ美味しそう。ボリュームがすごいね、いろいろありますけど、ね、地場食材中心の山、そして海の幸を味わう風水膳、大雪山系と十勝平野の自然が育む季節の山の幸、山中の宿とは思えない鮮度の良さが自慢の海の幸、北海道産の豊かな恵みを存分にお楽しみください。まずはお刺身から。私どもあのニジマスといって、うん、まあ、あの私ども勝手にしかりべつサーモンと呼んでおるんですが、ーはい、サーモンみたいな見た目、うん、そうですね、すごい色が鮮やかな、鮮やかなオレンジ。一見トラウトサーモンのようですが、これはニジマス。そのお味は、うん、うん、脂がほんとさっぱりしてて、そうですよね、うん、トラウトサーモンとかより全然食べやすいですね、うん、美味しいです。うん、ほんとだ、さっぱりしてるね、うん、美味しい、美味しい。うん、お膳の正面にある、豚肉がメインなんですけど、はい、トカチは、そうですね、北海道内一の酪農畜産地帯、トカチの広大な土地でのびのびと育った豚は、これまた格別な味わいなんだとか。鹿追町産の放牧豚の豚バラを
しゃぶしゃぶします。そう、しゃぶしゃぶして召し上がれ。プルプルしてます。うん、おいしい、めっちゃおいしい。すごい脂がおいしい、すごく、ね、なんか歯ごたえないですか、うん、この脂。本当に放牧しているんで、うん、そこら辺に生えてる、うん、まあ、雑草というか、うん、を食べて、まあ、のびのび生活しているんで、うん、本当は脂分も非常にうまみがある、うん、ね、甘いね、美味しい、はい、ならではグルメ。極めつけは然別湖山麓の湧き水で育ったおしょろこま。イワナの一種になりまして、うん、特徴がよくご覧になったら赤い斑点があると思うんですが、こちらが特徴になります。淡水魚なんですが、非常に淡白な味でさっぱりしておりますので、非常にホクホクして美味しいので、ぜひご賞味ください。名前も可愛いですね、おしょろま。そうですね、アイヌ語ですね。はい、こちら骨まで食べられるので、ぜひ豪快に、ということで。白目だから、なんか淡白な感じだけど、うん、美味しいね。骨も全然、そうですね、骨気にならないですね、柔らかい、はい、しかもなんか思っていた以上に身がしっかり入ってるね。入ってるね、美味、うん、しい。で、尻尾の方も食べれますので、うん、尻尾の方が塩分濃くて美味しいです。塩がいっぱい、うん、せんべいみたいな、パリパリ、美味しい、はい。目の前に広がる幻想的な風景とともに、地産地消の旬の素材を心ゆくまでお楽しみください。さらにこの豪華風水膳に十勝産豚しゃぶ食べ放題をセットにできるプランもあります。うっとり口どけまろやか、幸福時間を皆さんへお届けします。北海道旅のトリセツ最終日、トリセツトラベラーの2人は大津海岸を目指します。最終日、雪、氷点下 4.1 度、しかも朝の7時。どうしてここに、この時期にこの時間でこの場所でしか見れないものがあるということで。なんだろう、まるでクリスタル、極寒の北海道が作り出す奇跡の世界を激写。あ、海じゃない、だ、波なってるよね、すごい、結構波が強い海がありますね。しかも人が、人がちらほらいる、結構キワキワで人が、ね、三脚カメラ撮影してるんだ。荒波を撮っているかは定かではありませんが、同じように撮影をしているこの方が今回の待ち合い人。座ってるよね、座り込んでる、ね、大丈夫かな、波に飲まれない。おはようございます。どうも、おはようございます。これ今何されてるんですか。今ですか、ジュエリーアイスを撮ってる。ジュエリーアイス、はい、初めて聞いたんですけど。太平洋に面した豊頃町の新絶景として大きな評判を呼んでいるジュエリーアイス。太陽の光を受けて宝石のように輝く姿からジュエリーアイスと呼ばれ、とっておきの1枚を抑えるため多い日でおよそ700人のカメラマンが訪れる映えスポットなのであります。私がつけたんです。命名したんですね、すごい、はい、命名者、命名者、素晴らしい、はい、名付け親、はい、ゴッドファーダーすごい、どんどん出てくる、どんな写真撮ってらっしゃったんですか。うわー、うん、綺麗、そうなの、すごい、すごい。実物はというと、ダイヤみたいな、宝石みたいな、そうです、うん、光によってね、本当にね、色変わるんですよ。なんでこんなに宝石みたいな氷に、やっぱりカカオの水だから汚れてないんですよ、ジュエリーアイスの元となるのが十勝川が凍ったもの。川の氷が海に流れ、波に揉まれて角が取れ透明になり、河口すぐ近くの大津海岸に打ち上がるというわけです。訪れた日は気温も例年以上に高く、好天ということもあり、打ち上げられた氷の塊も波に流されてしまい、映えスポットとは言い難いシチュエーション。
実はねこんなことだったもんだから、はい、氷ちょっと見つけておいたんですよ。すごい、はい、いっぱい、ね、うん、やはりここに来たからにはジュエリーアイスを撮影して帰ってほしい。名付け親でもある浦島さんのお気遣いに大感謝です。このジュエリーアイスをより美しく撮影するためにお湯をかけると、あ、透明度上がりました。透明度が、うん、そう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 、うん、あ、綺麗かも、うん、綺麗だよ、そうそうそう、指が縛れます。縛れる。どうかな、なんだっけ、こっちこっち、どの方から撮った方が綺麗かもしれない。お、押し通り熱が、お、お、お、ほらほらほら、綺麗綺麗ね。自然に、自然自然、こんなの全部自然だよ、すごい、はい、ちょっと、うん、光ください、はいはい、あ、これいい、なんか散歩してるみたい、海。タイトル朝日に向かうわ。いい感じです。悪環境の中撮影したジュエリーアイスがこちら。どんな光景が待っているかは一期一会。世界に唯一のあなただけのジュエリーアイスを記憶と写真に残しませんか。この番組は脱げないココピタと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。とにかくやりたいことを1時間に詰め込んだ北海道旅のトリセツ。札幌、小樽、そして十勝地方と最後の最後まで楽しみ尽くした4日間の北海道旅。トリセツトラベラーの2人が出会った多くの人、ならではグルメ、そして景色、それは愛媛とは違ったものが広がっていました。皆さんはいろんな表情を持つ北海道の地に何を求めて旅をしますか？